行け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 大丈夫行け行け3試合、まあ、全部負けてるのが事実なんですけど、プレーオフに限ってはリーグ戦の結果は全く関係ないと思うし、山形の方が、勢いだったりチーム力、全部合わせても、今上に立ってると思うので、そういったポジティブな考えを持って岡山は絶対倒すぞっていう気持ちでやれればなと思います。得意から上に行ったのはやっぱ山形らしいですか？そうですね、まあ、引き分けでもう上がれるっていう、まあ、少し、余裕を持った気持ちよりも本数しかないんだっていう、気持ちの方が合ってると思いますし、アドバンテージを逆手にとって、プレーオフ戦っていければなと思います。まあ、必ず、山形に勝ち点3、一緒に持って帰りたいなと思うので、岡山に来る人は、同じく戦ってほしいですし、まあ、来れない方も、中継を通じて、一緒に戦ってくれればなと思います。まあ、でも相手はありますけど、やっぱり自分たち あのサッカーをどれだけ表現できるかっていうのがすごく大事になってくると思うので、まずは自分たちがあのコンディションだったりそういうメンタルのところを含めてすごくエネルギーを持ってアウェイに乗り込むのがまず一番大事かなと思います。まあ、ラッキーだったというか、正直勝ち点が上のチームより低い中で、まあ、少しアドバンテージとかありますけど、向こうにもう自分たちは失うものはないですし、まあ、勝たなきゃいけないというのは逆に自分たちにも合ってると思うので、あの思い切ってプレーできるんじゃないかなと思います。ここからが本番ですし、ここで負けたら、まあ、来年も J2 の舞台でということになるのは変わりないので、あと3試合全部アウェイになっちゃいますけど、勝ったらでも自分たちはすごくなんだろうな、エネルギーをもらえたし勇気をもらえたので、あとは自分たちがアウェイでやるだけという感じなので、まあ、しっかり勝って山形に帰ってこれるように頑張ります。彼らも順位がどこで終わってどうなってるかっていうのは分かってると思うので、この間の試合の、週末の試合というのは本当にこの山形の人々そして、クラブにとって心に一生残るものだったと思います。その自分たちの持っている感情をそれを力としてこの時期に流れをつかむというのは大事なことですから、その流れをつかんだまま行こう、そして岡山に自分たちのフットボールができるようにしていって勝利をつかみたいと思っております。 Thanks for all their support all throughout the year。本当に1年間いろいろサポートしていただきありがとうございました。この地域の人々のため、そしてサポートの並びに何か特別なことを達成できるように、そして週末勝てるようにしていきたいと思います。なるべく多くのサポーターの皆さんにスタジアムに足を運んで我々を応援していただきたいと思います。サポーターからいただいている力というのは選手たちに非常に良い力になっていると思いますので、皆さんに団結して山形で応援していただきたいと思います。山形一丸。